ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。お祭り運営委員会のしずこです。これからよろしくお願いしますね、先生。はいはい、そうですよ、営業用のセリフです。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。怒ってないから誤解しないでね、先生。会えて嬉しい、先生。小さいからって舐めないで。怒ってないから。子供扱いしないでください。これでも心は変わらず、みんなの…ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。
小さいからって舐めないで。ミレニアム学園、どんな衣装だとしてもやることは変わらない。与えられたミッションを遂行する、それだけだ。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。説明や解説が必要なら私に任せてください。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。アヤネです。ただいまより先生の支援を担当します。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。怪我をされた方はいらっしゃいますか？試練が怖いとき。えへへ、お祭り運営。ミレニアム学園、ゲヘナ学園、給食。ゲヘナ学園、給食。ったく、
なんでこんな変な服を。ま、意外と動きやすいからいいけどね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。